はい。では、今日の動画の解説は、ダブルスの練習で、2対2、はい、で、これはちょっと面白いんですけど、ポイント取ったらネットに出て、そうですね、負けたら下がってっていうのをひたすら繰り返すっていう練習ですね。はい、そうですね。ポイント中はもう、ボール出たらもう自由に動いていいんですけど、まあ、負けたら後ろからスタートですね。はい、勝った方は2アップからスタート。アップの状態からっていうことですね。はい、なので今この場合だと手前がずっと負けてるので変わらないという感じですね。このポジションは。はい。はい、で、ここでおそらく、決まらない。うん。まあ、普通はもう、ポイントが始まったらもう自由に。はい。ロブが入って、手前が入ったので、手前勝ったから、はい。はい。でも結構忙しいんですよね、本当に。そうですよね。うん。結構だから、まずここの、この練習で重要なのは、はい。まあ、勝ったら、よし、いい流れだ。いい流れの時は、はい、やっぱりちょっとこう前に詰めて、うんうん、そのいい流れを逆に攻撃的なポジションで表したい。はい、だから負けた方としては、ちょっと続けてポイント取られないように、うんうん、一旦ディフェンシブにスタートしようっていう感じですね。はい。で、あと、これ私が今ボール出してますけど、もうポイント途切れたらすぐに出すんですよね。そうですね。で、そうすると、後ろ、ツーバックが、まあ、これちょっとまた負けちゃいましたけど、ツーバックが、一回やるわけでしょうね。ツーバックが勝って、ツーバックから前に行く途中段階。うんうんうん。後ろから前にもうすぐにボール出すんで、はい。そこの流れが結構重要。で、結構、これ、ルールとして、勝ったら次前に行かなきゃいけないって決まってるじゃないですか。はい、そうですね。そうすると、ボレーがちょっと私苦手とか、うん、いい流れだけど前になかなか行けないっていう人も、強制的に出なきゃいけないんで、はい。そうですね。うん。これやってるとね、なんか、いいことがあると、前にポジションを、進めようっていう意識が、うん、いいことがあったから、じゃあ、ツーアップ。はい。負けたから、じゃあ、ちょっとツーバックでディフェンス。うん。はい。で、向こう勝ったから、じゃあ、よし、いい流れ、前行こう。うん。うん。だから、そこの、いい流れの時は、より、ちょっと強気な姿勢を見せて、流れを掴む。はい、負けたら、それ以上流れが悪くならないに、ディフェンス頑張るっていう、うん、はい。こう、最も試合の重要な、要素っていうのが、はい、結構ね、これで身につくのと、まあ、あと単純に、こうやってね、だいたい勝ったり負けたりっていうのを繰り返してくると、結構ね、うん、富田さんも楽しそうですけど、はい、富田さん本当楽しそうですね、これね。いやいや、必死なんですよ、本当に。うん。なんか、勝ったら前っていうところで、うん、なんて言うんでしょう。ずっと前にいるわけじゃないじゃないですか。で、これ、ツーアップ、ツーバックって、だいたい固定してやると思うんですよ、練習。はいはい。固定してやるのって、実は、まあ、試合向きじゃないというか、なんか、そうですね。はい。後ろ行ったり前行ったりが、やっぱり、こう、はい、どん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 あるのが試合なんで、これ結構試合に近いんじゃないかなと思って僕やってたんですよね。うん、うんうん。そうなんですよね。そして、これは、もう、まあ、ここの動画の時も説明してるんですね。はい。高校の部活とかでこれを教えると、うん、バカみたいにこればっかりやってるんですよ。なんかいや楽しいんですよ、これとか言って。うん、結構人数多くても、はい、まあ、この応用編でも後で出てきますけどね、うん。人数多くても結構回せるんで。うんうんうん。うん、球出しをね、テンポよく出してあげると、そうですね。なんか乗っていけるというか、はい、すごくいいですよね。まあ、ちょっと容赦なく出してるところもある感じはするんですけど、はい、うん。それがね、これちょっと、皆さん、うん、非常に、こう、ジェントルマンな感じでやってるんですけど、結構ね、ツーアップした人が、はい、今度ね、ツーバックしてるからって、ドロップショットを対応してくる人いるんですよね。はいはい、特に、1球目の防御からいきなりドロップショット打つ人とか。はい。でそれはそれでルールとしてありなんで、はい、じゃあもう2バックの人はもう、うん、あの人ドロップショット多いと思ったら打ったと同時にもう前にダッシュする、
でも出てくるし、はい、前にダッシュし始めたらと見せかけてのロブボレーとか、うん、次の作戦も必要だし、はい、結構だからやりながら、誰がどういう傾向にあるかとか、どういうことを知ってくる人なのかっていうのも読みながら、うんうん、もうパートナーに「あ、参って」とか「ロブ来るよ」とか、はい、結構そういうなんかこう情報のやり取りなんかがあると、よりそう、ね、実践的になってきますね。なんかついわちゃわちゃ動いて楽しいですけど、そういう冷静さはやっぱり常に持ちたいというか、そうですね、はい、負けてばっかり下がってばっかりだとね、ちょっと悔しいですから。勝、はい、うん、って巻いて、でこれドロップでもやるんですね、はい、いきなり、うん。そうですね。で、これは、負けたら、負けたチームの人が一人交代っていう、はい、パターンですね、うん。はい。ボールに近い方、もしくは正面の人っていう感じですね。ミス、まずミスした人。はい。それから相手にノータッチで決められた場合は、ノータッチに決められたボールに近かった人。はい。それからセンター抜けた場合は、打った人の正面の人。正面の人ですね。っていう、うん、はい、ルールのもとで。だからこう、待ってる人もずっとこう見てないといけないですし、そうですね。抜ける人も自分が抜けると、こう自覚して素早く抜けないといけないので、はい。結構大変ですよね、これもね。そうですよ。うん。あとこれね、甘いボールを出してしまって、はい。でも、その甘いボールを決めた相手は、もう一人の方を狙って決めると、うん、甘いボール打った人がすごいね、なんか申し訳ないっていう。ルール的には決められたボールに近かった人が抜けるんで。そうですね。はい。で、今のはセンター抜かれたから、正面の人が変わったってことですね。はい、うん、この考えがあると、うん、打ってる正面の人が結構率先してセンターを自然そうなりますよね、はい、そういう意識も働いてきますし、うん、はい、だからそのこのルール設定にもちゃんと目的というかメッセージ性があるなと思って、はい、はい、そういう意識を持ってるとおのずとね、うん、ダブルスのゲームで必要な要素っていうのは、いい流れがあると前、はい、悪い流れだとディフェンス、はい、それから打った人の正面の人が積極的に触る、はい、触る、うん、確かに、うん、こう楽しみながらダブルスの基本が身についたり、はい、うんうん、やっぱ試合でね勢いつけるって大事ですから本当に、はい、うん、ボレー苦手な人もこの練習を通じて自然と前行くところが、ね、まあ、それがね、盛り上がっていますしね、なんかちょっと苦手な人が前行ってもなんか、はい、うん、これでもすごい疲れるっちゃ疲れるんですけど、はい、これを今見てると、皆さん楽しそうにしすぎて、ちょっとこう、うん、わちゃわちゃしすぎですね。そうですね。あの、カタカナ見てると、もうこれここに打っちゃ決まんのにとか、そうですね。そういうのがもう全然見えますよね。もうちょっとこれを冷静に、はい。ちゃんとスプリットステップ踏んで苦しいなら苦しいでちゃんとしのいでっていう、うんうん、でもね、皆さんあのこれを初めてやった練習なんで、あの楽しそうにしつつもちょっと冷静さも書いてるところがある。そうですね、はい、これやっぱあのチームでずっとやっていくと、まあ、ある程度メンバーも決まってきて、その癖とか配球のパターンも良くも悪くも、うん、ね、分かってくると思うんで、はい、駆け引きがより緻密になりそうですね。そうですね、うん、だから裏を書いたり、その裏を、ね、の裏を書いたりっていうことが出てきたりとか、同じチームの中でそういう駆け引きが生まれるのも、うん、まあ同じチームでやってないと試合できないですしね、なかなか。そうですね、うん、だからちょっとこれはね、ぜひ、はい、まあ、中毒になり、なる練習なんで。そうですね。はい。友達役も含めて、はい。人数いパターンもご紹介してますので、うん、ぜひ皆さん、はい。やってみてください。はい。トライしてみてください。高西さん、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。